ターニュース、日本の歌手GACKTが9日、テレビ番組、直撃、真相坂上、フジテレビ系に出演し、日本国民は新型コロナウイルス感染拡大に対し危機感を持つべきだと主張した。写真、GACKTが韓国で記者会見現在、GACKTはマレーシア・クアラルンプールにより、この日はテレビ電話を使って出演した。マレーシアでは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4週間にわたり活動制限令が発令されている。なお、マレーシア政府は、本来今月14日まで予定していた適用期間を28日まで2週間延長すると発表した。